画好きのカンチャンネル、いや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 グレートムタとの試合お疲れでした。ありがとうございます。いやマジで本当にこんな奇跡神様とでないと仕組めないでしょうよ。言葉を出せば出すだけ、自分自身が受けた感動が薄れていってしまうような感じが、もう試合前からずっとこう殺してきたわけですよ、こういう感情は。本当かな、プロとして。それをこういった完璧な奇跡なタイミング、元日日本武道館、相手はグレートムタ、最高の入場、たまんないっすね。マジで超超感激するな。席をありがとうございました。長えなお前。改めてよ、試合振り返ってさ、グレートムタっていう存在に触れて思ったことある？そうですね、なんだろうな、あんなにな、おいでかかった壁が、何ら色褪せることもなく、まだまだでかい壁でいてくれて、武藤敬司とリング上で、いや、グレートムタとリング上で、言っちゃダメだよお前、最後に肌を合わせられたことが、この上ない喜びと感激です。おっせえなお前。おい、しんすけがよ、お前ファンの時に見てたグレートムタの試合と、それに対してよ、なんかこうオマージュしてやろうみたいなものをちょっと感じたんだよ俺。そういうのなかった？まあそう思ったんであれば、そう思ったことを書いてください。おっせえよお前。お前ちょっとあの花道のよ、あの走ってきてのラリアットのとこ、ちょっとお前思い出した感じあったよ俺。いや大好きだったんすよガキの頃。まあ武藤敬司は60で引退しますが、それに比べたらまだ鼻垂れ小僧ですから。僕はお前人気だろお前。まだまだ世界で戦っていきたいと思います。ありがとうございました。いやお前気持ち悪いよ、やめた方がいいぜそれ。どうしようかな。いやお、いや動画をご覧の皆さん、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。 Yeah!